やあ君たち、君たち、君たち、やあいらっしゃいませ。今回見るマインクラフトはですね、ちょっと違和感があるマインクラフト。なるほど、見ていきましょうか。改めまして皆さん、どうもこんにちは、じゅんです。今回見るマインクラフトはね、ちょっと違和感があるらしいです。見ていきましょう。この動画面白かったらぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは行こう。こいや、お、なんかアイテムフレームとピッケル持ってるぞ。 OK、どういうこと？は？待って、あんた、チビになった？今チビになったよね。戻るよ一回。見てください、この形覚えてくださいね。ここクリックすると、ほらほらほら、チビになった。で、ちゃんとこの形あるやん。え？何作ってんの？あ、まさかピッケル作ってんの？ピッケル、おお、おお、おお、これ、え、かっこいいんだけど、このピッケル。このモッド好きなんだけど、ちっちゃいブロックでさらにデザインをうまく作れるよ。え、このモッド好きです。あるブロックのエリアだけちっちゃいブロック置けるようにできるモッドとかあんの？知ってる人いたら教えてください。ガチでコメント欄でお願いします。お、ネザーポータルを作るのかね君。いや、ちっちゃいぞ。いや、何してんの、何をしてるの。まあ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 、ツッコミはしないで続けてみますか。こんなんでネザーポータルができるんですか君。こんなんでネザーポータルができると思ってるんですか。できるわけねえだろお前。ほら、できない、できなかった。この動画の流れ的にできるかと思ったけど、できなかったんだけど。ダサ。いや、できてるんだけど。空に裂け目ができてんじゃん。すごっ、かっこいいな。でこれで普通に飛んで通れるってこと？飛んでポータルを通らずに、まあ、通ってるけど、あのホワーっていうところを待たずにもう普通に通れるんだ、次の世界へ。すごいね。はいはいはい、なんだこれ、なんでアイアンゴーレムはめっちゃなんか口がパッカリ開いてるんですけど、これなんて突っ込めばいいのかわからないです。ごめんなさい。続けましょう。 H のところにアイアンゴーレムを作るけど、あ、2体目は作れないってことね。 OK、 ここで1体だけ作れて、なるほどなるほどなるほど。これはここ作れない、作れない、作れない、作れない。何してんのこの人、何してんの。ええ待って、絶対作れる場所あったろ今。絶対待って、考えろ、作れる場所絶対あったろ。 T 字型を探せ、こういう形を探すんだ。分かった。ここあるやん、ここあるやん、ここあるやん、1個ここ作れるって 100%。 あとここも作れるくね。さっきなんか反対に作ってたじゃん。ここも作、ここも、あ、ここ作れないの。ここ作れるだろ 100%。 まあ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 、僕はマインクラフトの天才じゃないので。でもこれはなんだ、 OK、待って待って、え、もう、予想も しないままあんた答え出しちゃうの？僕予想したかったんだけど。次、おお、これは動画始まる前から面白そう。見て、水、そしてスポンジが大量にある。これ水対スポンジの大決戦じゃん。待って、どうも、ばちょっと見ようぜ。 OK、 なるほど。これで水とスポンジの間にある石を消したら、どっちが先にかき消されるのか。僕の予想は水が、いや、どうだろう、いや、どうだろう。だってさ、水が落ちていくやん。いや、100% 水勝つよ。だって、水落ちてっても、上から減ってかないもん。マインクラフトの水は無限に流れていくもんだからね。それが僕の予想です。コメント欄で予想お願いします。GO! え、あ、いや、見て、待って。永遠に続くバトルかと思ったら、少しずつ、スポンジが濡れていきます。少しずつ、水が、下に到着していきます。ほら、言ったろ？マインクラフトの水は永遠に流れ続けるって。ほら言った、僕の実力パー。ちゃんとね、物理的に考えてんのよ私は。現実の常識も入れてちゃんと考えてんのよ。それがこの天才の脳の中身よ。あんた次は何を見してく、やばやば、何マインクラフトじゃないじゃんもう。これ何、ここになんか置くとこいつがマインクラフトじゃない。これもなんか、なんて言えばいいの、クラフトマインっていうゲームですかこれ。マインクラフトじゃこんなもんありえねえって。で、これここに入れると音楽始まるんだろ。踊ってるし。発想面白いよ、よくぞ思いついた。面白い面白い。次、何を持っている貴様、何を持っている。蜂がなぜか怒ってるぞ。ブラブラブラ、もう一回見よう。何これ、マシブティーブ、巨大ティーブ、スティーブじゃなくてティーブ、
ほら、S ないじゃん。巨大ティーブ？ブラー。なんかスティーブ、めっちゃ飛んでってるし。え、なに？え、戦うの？最強じゃん、こいつ。え、待って待って、倒したらどうなの？倒してみろ、倒してみろ、倒してみろ、倒せ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 ！こいつを倒せ。いいか？倒せよ。倒せと言ったら倒せ。ナイス。どうなる？何か落とすのか？何か落とすのか、こいつは。迫力なさすぎ。マジでそれな。なんかさ、見た目はこんなスティーブが大量にいるのによ、何も落とさないの？達成感ゼロじゃん。なるほど、今回は目の癒しらしいです。なるほどね、なるほどね。おお、ギリギリ落ちないのか。待って待って、もう一回見たいんだけど、もう一回見たいんだけど、これみんな集中して、集中して。ほら、ちょうど落ちないのよ、ちょうど落ちないのよ。ここね。おお1ミリもズレを起こさない、素晴らしい。これは上から、こ、上から、下から押すのか。いいよいいよいいよ。ええ、いや、さ、あんたさっきまでさ、入らないってさ、言って、なんで入るの？入らないだろう。入ってないじゃん、こっち。こっち入ってないじゃん、見て。なんで入るの？突っ込む力もなくなってきたよ。ね。しかし、次の動画はこちら。なんか綺麗ですね。いろんな木を使ってます。今回は、またまた目の癒しらしいです。前回は一応目の癒しだったんですけど、ちょっとね、最後切れそうになった。なんで入るの、あれ。わかる？なんで入るの？今回はどういう目の癒しなんでしょうか。あ、こっから飛び降りるのか？待って、結構綺麗になると思うぞ。うわ、え待って待って待って、え目の錯覚？気のせいかな？待って、みんなもう一回見るよ。これさ、最初らへんは、ああ、見て、いろんな色があって綺麗だってなったんだけど、最後らへんに、あれ？全部オークになってないって思ったんですよ。でも違う気がする。見て。全部オークになってると思うよ。ほら、めっちゃオーク多いやん。ほらほらほら。オークしか見えない。え？みんな、え、僕だけ？僕だけ？違うよね。僕の目が腐ってるわけじゃないよね。みんなもオークだけってちょっとわかるっしょ？見て、ここ飛び降りるじゃん。ほら、ここら辺色めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗じゃん。ここ、ここ、ここ。多くしか見えない。あら、びっくり。目の錯覚。目の癒し。どちらなんでしょうか。はい、次。あんた今回なんか実験してくれるそうだね。はい、鶏を犠牲にするんですか。あ、キツネ？え？オーマイゴー、強っ。そんなことできたの、キツネ。多分みんな爆笑してるでしょ、今。お前そんなことも知らなかったのみたいなコメント欄で、お前ジュンバカだろみたいなこと書いてるだろ、どうせ。書いてください。ジュンバカって書いてください。僕知らなかったです、マジで。ここでキツネ、いや、頭いいな、お前。キツネ頭いい。思いっきりコースずれてるし。そして、あ、もう全部倒しちゃうの？もう全部倒しちゃうの？あ、なるほどね。あ、バカじゃん。これさ、ほら、このキツネさ、ちょっともう、前ポテンシャルあると思ったよ。見て。だってさ、ここにスポーンさせたのに、ここ通らずに、ちゃんとした安全な遠回りの道を通って、かっこよくね、ジャンピングを決めてね、かっこよく、これもジャンピングを決めてね、かっこよく、これもジャンピングを決めてね、ね、かっこよく、これもジャンピングを決めないっていうね。はい、そして思いっきり死ぬっていう。だけど、こいつ、お前もかい！キツネはかっこいい時とダサい時があるみたいですね。君、なんでそんな丸い世界にいるんですか？そしてちょっと待って、ちょっと最初から突っ込みたかったところがあったんですけど、もう一回再生するよ。皆さん突っ込みどころどこか当ててみてください。気づきました？なんでアイアンゴーレムがいるんですか？まあ、動画で使うのかもしれません。見てみましょう。はい。エンドポータル。そして世界が丸いことは、まあ、突っ込まないでおきましょう。ね。はい、エンドポータルです。入ると、エンドに来ましたね。エンドも丸いんですか？エンドも丸いっぽいですね。さあ、上に飛ん、いや、いや、かっこいいんだけど、この世界。めちゃくちゃ、なんかもう、ちっちゃな世界みたいな。わかる？
世界はなな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 、あのディズニーランドで乗ったんですよ。ディズニーランドだっけ、アディオスコッドで動画出しました。皆さん説明欄からアディオスコッドチャンネル登録してあげてください。日本の動画いっぱい出てますよ。ま、続けましょう。来た。 OK。 お前な、これ何を見せようとしてんの。え、待って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 、それだけ、それだけ、え、それだけ。あんた突っ込みどころありすぎる。まず、なんで丸い世界なの？そして、なんでアイアンゴーレムがいるの？ I don't know。 さあ、今回の動画、最後の動画です。いいですか？スタート！おー！待って、なんで、な What？ 意味がわからなかったんだけど、今の。待って、ゼロから始めるよ。超リアルだね。なんで？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 はい、マグマ流して。おー、いいですね。いいですね。うんうん。いや、なんで？いや、なんで？いや、待って待って、うるさい、うるさい。はい、水流して。はいはいはい。で、何すんの？何すんの？何すんの？お前さ、あの、何なの？で、ここにマグマ流したら、PC が爆発するとか？当てちゃった。やば。まあ、皆さん、今回の動画を見てくれて本当にありがとうございました。最後ね、ズバリオチを当てちゃったんですけど、まあ、許してください。この動画面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、また次回。3、2、&1。アディオス！